マノッチです。ペナント中日編括弧2024、やっていきましょう。今日5月12日の、横浜戦取っていきたいと思います。今現在の順位はこんな感じ。はい、いや、うんでね、これ3連戦のケツなんだよね。これね、初日にバウアー君来たのよ、向こうの先発ピッチャー。ただね、俺勢いのままねスキップしちゃったんだよね。できればやりたかったんだけど、うんで全然セーブとかもどこでもしなかったから、もうただひたすらスキップしてたからさ、あ、試合決壊かでやってて、でもう時すでに遅しでさ、はい、ということで3戦目になりました。ちょっと後半戦ね、横浜とやるときにチャンスがあればバウアー君取りたいね。はい、コメント読んできます。マクブルーム君からサムネとタイトルを奪うアキーノ君、いやー、やっちまったね。このコメント見るまで何にも気にしてなかったけど、やってしまったね。マクブルーム君のタイトルやりたかったね。日向君は能力判明次第になるけど、守備位置の関係上もう一つポジションがあれば使い勝手は良くなりそう。そうだね、まあ、コメントでもいただいてたけど、まあ、ファーストかな、やっぱり。まあ、ファーストショートかな、欲しいかな。ちょっとサードは結構もう溢れてる感じはするんだよね。そこら辺欲しいね。来年もやってほしいです。やらないやらないかな。梅津投手よくコントロール D まで上がったな。思ったより上がったよね。マイライフやっててゼフチョの時全然ホームラン打てないなって思ったら、そういうことだったのねってコメ読みで初めて知りました。やっぱりあれなんだね、自走者だとゼフチョだと弾道下がるだね。菊池選手も走力 D なんですね、もっと速いと思ってました。まあもう今現実だった日ハムは阪神戦を交流戦でやってると思うんだけど、広島3連戦、まあ、全部が全部じゃないけど、まあ、見てたけど、でたらめにうまいな守備びっくりしたわ。もう改めて見ると、いや本当にうまいんだなと思った。今入院してんだけど看護師が全員可愛く見える今日この頃。わかるよ、俺も入院中に夜本当に、まあ、もうおばあちゃんに近いぐらいのおばあちゃんに、あの見回りしてるおばちゃんにさ、まあ、俺起きてたんだよ。そしたらおやすみって言われたの。もうマジで白衣の天使だと思ったの、そのおやすみの一言。なんだろうな、わかる、すごいわかるわそれは。これ今年優勝できなそう、難しいかな。一瞬だけ2位にはなったんだよね、本当に僅差でいるから。なんとかね、なんとかしたい。CIN はシンシナティレッツの略称です。シンシナティレッツにはかつて現広島の秋山翔吾くんがいました。秋山選手がいたってのは知ってる、今日その略称でCIN ってのは知らんかったね。小樽のナルト屋の半身揚げ最高に美味しいですよ。いや美味しいんだね、ナルト屋ってのは聞いたことあるんだけどさ、いや食べてみたいな。よし行きますか。はい、で昨日ねやっと勝ったのに俺ドラフォーって言い忘れてんだよね。今日勝野くん行きます。てかさ、能力下がるんだよね、下がってたんだよね。まだ26なんだけどさ、まあ、だからといってあの衰退期とかそういうわけではな、書かれてはないんだけど、ちょっと期待してたんだけどね、結構がっつりと上がることを。キャッチャー郡司君、はいはい、こんな感じだったかな確か、なんか昨日、うん、ごめん、何でもない。日向よく打つから2番とか言ってるか。小野上選手をね、ちょっとあの結界で飛ばしてる時だけど、ちょこちょこ使ってんだけど、そんな成績を残してくれない。こんな感じでいきます。頑張りましょう。
ちょっとね、今回やってて、できれば全員出したいんだけど、なんか相当難しさを感じてる、その全員出すことに。ドラゴンズの先発は右の勝野。なんか思った以上にスタメンが固定されちゃってるかなというか、ブレイボー。バッターロマンが溢れる長距離砲エビナ。中田低めボール球を打った。早く能力判明してほしいね。日向にしろテリーにしろ、ごめん、それはテリーね、ちゃんと変えといた。セネームと呼び方変えときました。あのテリーのさ、スペルをね確認するのに、とりあえずあのテリーで検索してみたの。そしたらキングオブファイターキングオブファイターズの KOF のテリー・ボガード出てきたんだけど、打たれた。俺ずっとテリー・ボーガードだと思ってたのね。テリー・ボガードだって。では先制の場面、バッターは5番山田。ほう、テツトかな。うん、マキ君ノリノリでねえが。ちなみにうちにもねノリノリは一人いるから、ノリノリだから。ていうかピンチだね。やだね。さあ第5球投げた。よし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 、ほんとこれ以上点やりたくねえぞ。うわー、もうなんか取られる気はしたけどな。点の取り合い行きたいね。いや、マキ君やだね。やだね。打ちました。初球打ち。ボールを掴んだ。オッケー、いいね。スリーアウトチェンジ。1回の表2点ぐらいどうにかしましょう。左の浜口。1回の裏、これからドラゴンズの攻撃に入ります。バッターはミスター村岡。低めボール球を打った。取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッター期待の大砲ひな。1球目から投げました。打ちました。あれですな、日向、テリー、まあ、そこら辺の新戦力らへんにホームラン打ってもらいたいんだよね。浜口上々の立ち上がりを見せています。2回の表、これからベイスターズの攻撃に入ります。この回のトップは胸元へズバッと決まって見逃し三振。投げました。ピッチャーが抜けた。うわ、浜口ちょっとここの下位打線でレベル調整で2アウト取りやがった。それが理想だったんだよな。第4球を投げました。低めボール球打った。うわやばいね。ちょっと待ってよ。1塁ランナー一気に3塁へ。浜口3塁でストーク。桑原ツーベースヒット。ピンチを広げてしまいました。さあ追加点は。いや悪くないと思うんだけどな、勝野君の能力ね。打った強い当たり、ライナーだ。クリーンヒット。全くハマってないね。ベイスターズ2点入りました。4対0。エビナタイムリーツーベースヒット。どうすっかな。ピンチがワンアウトランナー2塁となりまして、佐野第2球投げました。流し打ち、あっと取れない。変えるか。佐野ナイスバッティングです。ドラゴンズなおもピンチが続きます。いや、このイニングは投げてほしいな。次は3球目投げた。空振り三振。オースティン全くタイミングが合いません。バッターは5番山田。通算300引っ張った。掴んでこれで3アウトになります。変えよっか。2回の表が終わった。2回の裏、これからドラゴンズの攻撃に入ります。バッターは夜の助っ人ペリー。打ちました。センター方向へ持っていきます。桑原取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番福永。第5球投げた。打ちました。サード右横のフライになりました。勝とうぜ、勝ちに行こう。サード取りました。もうこれで2アウト、ランナーありません。バッターは6番。まあそういう試合もあるさで、ちょっと落としたくない気分的にね。センター前ヒット、クリーンヒットです。どの上いいバッティングを見せました。バッターは7番。ピッチャーを結構使ってもこの後交流戦まで149キロ3日ぐらい休み取れるから。軍事3球
球三振。やられたぜ。2回の裏が3回の表、これからベイスターズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは太田、通算100号本塁打まであと5本としています。誰にロングリリーフしてもらう？ちょっと待って、パッと見いないんだよな。ロドリゲス君か。スタミナ的にも。よし、もう勝つしかねえぞ。こういうやり方してるってことは。第9投げた、初球を打ちました。ボールはライナーでライトへ、ライト掴みました。これでワンアウト。ランナー目標としてはロドリゲス君5回まで行くこと。あと9本としています。そうすればあとどうにかなる。セカンドゴロに倒れています。膝を詰まって決まって見逃し三振。第5球投げました。内角見送ってフォアボール。バッターはピッチャー浜口。第4球は膝元、空振り三振。5回まで微妙だな。なんか3回の表が終わって4対0ベイスターズ現在4点をリードしています。3回の裏4点を追いかけます。打ちましょう。ドラゴンズの攻撃、先頭バッターは伊藤。投げました、打った、山田取った、セカンドから一塁送球アウト。なんかやっぱ今の動き見てて思うのが、バッターはピッチャーロドリゲス。日向守備能力低いかもね。投げました、打った、これはライトフライ。何回か忘れたけど、これでツーアウト、ランナーありません。やっぱちょっとボールさばいた時動きちょっととろかったと思うな。第1打席はセンターフライに倒れて打ちました。ナダッチ中間へのヒット。岡林ナイスバッティングです。バッターは2番日向。第1打席はライトフライに倒れています。盗塁成功。岡林今シーズン12個目の盗塁を決めています。さあここで監督は勝負に出ました。すごい、ぶち込むぜ。さあ次の投球、よっしゃ、オッケー、いいねいいね、ナイスホームラン。レフト見送った、ホームラン。第5号ツーランホームラン。レフトスタンドへ。これはあれじゃないですか、向こうもちょっと顔色変わると思うよ。ここで2点差は。リプレイをご覧ください。ホームラン。バッター前人未到の最終兵器高橋。第9投げました、初球打った、いいね。理想ホームランだよな、ここな。もう一気に追いつきたいわ。バッターは4番ペリー。ペリーペリー終了しまして気をつけろよ。俺オリジナル選手、オリジナル選手でいいのかな、言い方としては。ゲームは中盤戦に入ります。普通に呼び捨てにするかも。投げました、アウトコース低め、空振り三振。2者連続三振になりました。バッターロマンあふれる長距離砲エビ、はい、インコース、見逃し三振。バッターは3番佐野、今日3打席目。投げた、よし、あっと引っ掛けた、ライト方向へ持っていきました。生の不安だ。取ってこれで3アウトチェンジ。いいぞテリー。ロドリゲ4回の裏2点を追いかけます。さあ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 、なんか大八木ムードにはなってきたよ。一応打ちました、センター落下点取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番ドノウ、これが2度目のバッターボックス。投げた、外のボール引っ掛けた、一塁へ送る、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。助っ人外国人をどうしようかなと思ってて、一応なんか設定そのままではやってんだけどさ、何か変えた方がいいかなとか。第6球を一塁ランナー自動的にスタート、三振。まあそれこそなんかどっかチェポジション固定で、まあ今別に必要とはしないけど、外野手取るとかさ、足速い選手取るとか、ピッチャー取るとか、これでワンアウト、ランナー何か変えてった方がいいのかどうかで迷ってる。今日は三振とサードライナー、打った流し打ち、頭上を越えた、ヒットになります。バッターランナー一塁蹴って二塁も狙う、山田ツーベースヒットを放ちました。まあ使う使わないはもう後で考えるとして、通算100号本塁打まであと5本としています。高めの球、なんかただねえ、こう見事なピッチングです。ここで申告、さあ
追加点を与えたくない場面でバッターは山本。今日は三振とフォアボール。さあ5球は5球目、おっと当ててしまった、デッドボール。今日は安藤を放っています、バッターの浜口。頑張れ。投げた、よっしゃ、お疲れさん、よくやってくれた、マジでマジでよくやってくれた。ドラゴンズこの回の攻撃は先頭バッターピッチャーロドリゲス。はい、違う、バッターはロマンあふれる長距離砲石川。第2球投げた、打ちました、うまい。山本余裕があります、ファウルグラウンドキャッチしています、はい、バッターミスターグラブ岡林、はい、第9球初球から打ってった、レフト方向へ持っていきました。向こうが全然一発使ってこないね。これで2アウトランナーありません。バッターは期待の大砲ひな。さあ4球目、低めボール球打った。それはひなたはあれかい、これで前半戦は前半が終わりまして動画中すべてヒットかい、打ってるかい。こっからもう一人1イニングだ。ロドリゲス降板、代打は関根。ごめん、能力見ていい、あんま変わってない、なんか選球眼とかつくかな、ついてっかなと思ったけど、はい、そうでもない、ね、では俺ね、あの祖父江選手の能力がここまで低いと思ってなかった。第9球結構そのファースト前方のフライになりました、まあ、取りました、これで2アウト、ランナーありません。ざっくりとした予定では結構主戦力として主力としてリリーフピッチャーとして使うかなと思ったんだけど、思った以上に能力が低かったね。打ちました、高橋バックしていった、よし、お疲れさん。3アウトチェンジ、ベイスターズドラゴンズこの回はさあ歩いてましょう。バッターは前人未到の最終兵器高橋、初球を打ちました、ショートの頭上フラフラっと上がっている。いやー、そろそろ行ってほしいな、1点差ぐらいに詰め寄りたい。バッター夜の助っ人テリー、今日はセンターフライトやれ、キャッチャー落下点、頑張れ、動画になれろ。これで2アウトランナーありません。右バッターボックスには福永、今日はサードフライとセンターフライ投げました、打ちました、いい当たり、センターへの打球、センター掴んで、これで3アウトになります。ドラゴン、ゲームはこれから終盤に入ります。バッターは守備の名手山田、通算300号本塁打まであと、いや、どうしよう、めっちゃイニングまたぎたいな、なんか、はい、またいで。第6球を投げました、失敗だったかな、フォアボールでノーアウトのランナーを出しました失敗だったかな、やべえ、いける。次は5球目、一塁ランナー走った、三振、盗塁を許します。山田今シーズン8個目の盗塁を決めています。一発使ってくる、使ってきた、もうこれはもうね、誰が出たってやばいわ。第3球を投げました、あ、打ちました、いいじゃん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 、取れる取れる取れる、レフト交代、よしよし、でかいね。なおもピンチが続きます。今日元気のない山本、祖父江ピンチの場面で、はい、ピッチ、お疲れさん、三振、祖父江3、浜口降板。7回の裏ドラゴンズラッキーセブンの攻撃に入ります。この回の先頭バッター変化球、三振、バッターは7番郡司。次が4球目、投げました、高速進化、三振、2者連続三振。第3球は低め、やばいね完璧だね。さあリプレイです、ドラゴンズ三者連続三振で攻撃、バッターは代打強打。そう、まあ結局やらずじまいなことではあるんだけど、祖父江降板、トレードで強打くんを戻そうかなとかも考えてはいた。第2球
投げました。打ったに当たりだ。ボールはライナーでセンターへ。センターがヒット。強打。二塁も狙う。今ねここね点取られちゃうと。バッターはトップに帰って関根、石森ピンチの場面でどういう投球をしてくるか。バントか。失敗しねえかな。第2球投げた。ボール。ちょ怖いのがセーフティーになっちゃうことだよね。投げた。ここは振ってきました。キャッチャー目の前。キャッチャーから一塁送球。アウト。ランナー三塁に進みました。ドラゴンでもやりたくないぞ。ピンチが続きます。外のボール球打った。レフトへの打球。レフトさん取りました。強打。タッチアップ。三塁ランナーホームイン。めっちゃきついこの1点は。バッターは3番佐野。今日は3安打猛打賞。147キロ直球。空振り三振。ボール球で仕留めました。伊勢降板。ドラゴンズこの回の攻撃は。俺マイライフとかだったらね、エスコバー君はね相性いいんだよね。すっごい打ちやすいんだよ。第3球を投げた。低めボール球打った。フラフラッと上がった。掴みました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターはミスターグラフ。内ハム見たよね。今日はここまで3打席打ち合った。いたよね。第4球を投げた。打ちました。よし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 。岡林ナイスバッティングです。バッターは2番木永。ここまで全打点を叩き出しています。あ、まずいかな。タッチしてアウト。オール失敗に終わり。あ、ごめん、じっくり見るのままだ。決まった。いやーくそダメか。第3球ストレートはボール。低め。頑張れ。第4球を投げた。見送ってストライク。追い込んでから第5球外れた。ボール、はい、さあ6球目投げました。153キロ直球。空振り三振。8回までが終了。石森降板。いよいよ最終回を迎えました。この回のトップバッターは宮崎。低めの見逃し三振。田島ナイスピッチング。次は5球目打ちました。ボールはレフトへ飛んでいました。レフト取りました。これで一発はモリモリ溜まってっから。先ほどからレフトに入っています。楠本投げました。見送ってファーボール。代打は柴田。理想ここで向こうが一発使ってアウトになること。第5球投げました。打った。痛烈な当たり。ライト交代。走れテリー。急げ急げ。おっせバックホーム。間に合うかどうか。ベイスターズ1点入りました。6対2。先ほど今日全くいいところがない山本。さあここで監督は初球ストライクから。打った。左中間へのフライですが取って、これで3アウトチェンジ。9回の表がエスコバー。ドラゴンズこの回はクリーンナップからの攻撃になります。バッター前人未到の最終兵器。一発が入るか。さあここで勝負に出ました。入れてこい。まず出塁。おっとデッドボール。バッターは4番デリー。今日はここまで3打数ノーヒット。もう一回回ってくんな。ダイソー出さないか。いや出すか。はい、ドラゴンズもう走っちゃおう。第9田中スタート。これはストライク。これは楽なセーフ。盗塁成功です。田中今シーズン2個目の盗塁を決めています。さあなんとかテリー、なんとか投げました。ボール。なんとかしてくれ。繋いでくれ。第3球打ちました。ピッチャーナバッチ。いいね。テリーいいバッティングを見せました。さあチャンスが広がって集中。第5球投げました。通信空振り三振。バッターは6番ドノウ。今日はここまで3打数。第5球投げた。もうなんめちゃくちゃ守護神じゃん。バッターは代打大島。第3球を投げた。外角空振り三振。半端ねえ。この守護神半端ねえ。マジ出てきた途端何もできんかった。さて本日のヒーローはエビダン。
いやー痛いですな、この負けは痛いですな。何日ぐらい休めるさ。あ、結構休めんね。能力判明っていつだい。まだ全然する様子もなし。明日は交流戦取りましょう。あ、そうそうそう、交流戦で思い出した。あのね、スペシャルデーを設定してんの。これ花火ナイト、セパ交流戦イニングチェンジ時に花火が上がる。これ要はあれでしょ、ホームでやるときの話でしょ。いいね、いいタイミングで、いいタイミングで戻ってくるぞこれ。ただな、 DH ありだったら2人並べられるんだけど、なしだったら怖いんだよな。あ、今日アキーノ君守備うまいか。まあこの2人は並べてみたいよね、ちょっとね。外野枠がな1個な、まあ岡林くんだよね、出すならね。ちょっとうわ使いでえな、調子いいな。はい、終わりますか。今日も勝てず、ちょっとこう交流戦でね、こう巻き返していきたいですね。はい、終わりましょう。終わり、さよなら。Oh, God.